それでは始めたいと思います。皆さんおはようございます。おはようございます。今日は高岡忍者の、竹の器作りとクッキングを、来ていただいてありがとうございます。今日高岡忍者の、イベントなので頑張らないとご飯は食べれないかもしれません自分で、切ってね器を作るのと、今日晴れてるので竹にご飯入れて炊くっていうのもやりたいと思います。で美味しいカレーが今準備されてますので、それで食べるという予定です。はい、 OK ですか？できる人できるか、できなくてもまあ腹減って帰るだけなんでカレーはよし、はい、じゃあね、みんないつもの魔除けのね、口切りをやりたいと思います。手を刀にして、横、縦です。金平当社開心別大天。唱えます。まあ、手でね、組むのもあるんですけど、簡単な刀印っていうね、これを刀に見立てて、はい、じゃあ刀にして、ちなみにこれが鞘に入ったのが、このこれは戦わずに我慢する。はい、じゃあ行きますよ。一、両、刀、下、開、陣、列、在、前、えい、はい、オッケー。じゃあこれでね、魔除けが、はい、いいよ。ちょっと待って。
あったな。斜めやもん。だって硬いの。え、同じなの？同じなの？ありがとうございます。足つけてください。いえいえ。あ、ありがとうございます。よし。行きましょう。はい、ありがとうございます。熱い。熱い。頑張れ。頑張れ。いけるいける。頑張れ。
もういいよ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 、ほんといいよ。めちゃめちゃ粉で。あ、熱いね。お風ついてあげて、お姉ちゃんの応援して。大工さんみたいな。ちょっと落ち着け、落ち着け、落ち着け、落ち着け。正面だと、向かい正面に。そう。お。腰が入って。ケツプリプリやな。全然なくなる。
もう体を前にした方が引き上げるって形。カバンの中にタオル1枚貼ってた。一発でいったのに。おーすごい。私たちのすごい。一発です。ぐらい何箇所が入れたら。もう行けどっから。足りなかった。カン。カン。はい、行った。そう、そのあたり。やりすぎだ。もう汗やっぱり食べてきた。ちょっとそうやね、こっち行くよりもこう入れた方がいい。行ったじゃん。取れた取れた。もう大丈夫で。もう食べてるよ。終わったら。ああ、別に待ってもいいですよ。待ってもいいですよ。
入れてるわ。持ってる？私。よし。じゃあ僕やってみようか。やる？よし。だってもう1つがいっぱいあるんですけど。みんなよりさ、うん、上取れない。上だけちょっと黒くなって、カレーはもう OK なんですね。OK です。うん、どうするどうだそれ。みんなに食べたも美味しいので、ね。本当は。僕のは？もういいじゃない。その辺はもう。食べてるところだ。山口さん。でも僕どうせ落ちちゃって、やっぱりあーいいですね。そう、うまく食べたんですか。どうだね、そうだそうだ。歯が外れてるよ、歯外れてる、歯外れてる、しっかり歯を乗せて。でこれがそうそう、そうなるから、そうなるからまっすぐに。あ、そう、これ読んでればいいんじゃない。ボクちゃんのちゃんと形も整って、あの隅あまりついてなかった。ご飯、あ、もうお弁当つけて。